こんにちは、こんばんは。前回のミジンコ代用動画をご視聴いただきありがとうございます。今回はミジンコ飼育を始めて1年が経過し、休眠欄からの孵化も成功しました。この1年の総集編としてこの動画を見ればミジンコの増やし方がわかるようにまとめましたので、ぜひ最後までご覧ください。また少しでも参考になったという方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今回は屋内でミジンコを増やす方法です。ミジンコの餌についての動画はたくさんあったので、別の点に着目して増やし方を解説しようと思います。少し小難しい部分もあるかもしれませんが、最後まで見ていただけると幸いです。ミジンコについて東京薬科大学のプレスリリースにミジンコの生殖についての記事がありました。ミジンコは単位生殖と有性生殖の2つの方法で繁殖します。この記事を要約すると、ミジンコが繁殖するために良い環境とは、ミジンコの食べるものがあって水温が適しており、夏のように太陽が出ている時間が長い環境が良い環境です。その場合はメスのみで繁殖する単位生殖を行います。反対に単位生殖に適さない環境とは、ミジンコの餌が少なかったり水温が低かったり、冬のように太陽の出ている時間が短い環境です。その場合にはオスも生まれ有性生殖を行います。有性生殖により冬を越すための休眠卵を産むことができるようになります。次は基礎生物学研究所のプレスリリースです。先ほど環境条件の日が長いと日が短いを使いましたが、具体的な時間が検証されていました。要約すると、水温餌ともに同じ環境で日の当たる長さだけを変化させることによってオスとメスの性別を変化させることができることが示されていました。このことから餌は BSB、エビオス、青水などいろいろありますが、餌によって増える速度に変化はあるけど、特に明るい環境の長さによってミジンコの性別が決められているということが示されていました。ミジンコをすぐに増やしたい場合は、餌を考えるよりも休眠卵を作らない単位生殖をする明るい環境を長くすることが必要ということが分かりました。例にすると、朝7時に明るい環境にしたら夜の21時まで明るくしてあげるとすぐに爆増するということですね。餌と水温も注意してあげるともっといいでしょうね。もしミジンコだけの水槽で泳いでるミジンコが害なくなったら、水槽の底に卵があるはずなので、3つの要素、水温、餌、明かりを当てるをすれば復活してくれるかもしれません。ということで繁殖容器の作成です。容器には最近セリアで話題になったウォータージャグを使いました。あとは水返しに親ミジンコが吸い込まれないようにするための茶こしです。ちょうどいいサイズがセリアにありました。組み立てたらこんな感じです。シリコンのリングで両側から水漏れを防止するようですね。茶こしの接着にはシリコン補修剤バスボンドを使用しました。茶こしの縁に沿ってボンドをつけていきます。手荒れする場合があるので、ゴム手袋をする方がいいです。茶こしをジャグの排水口に取り付けます。親ミジンコは茶こしを通り抜けられる大きさより大きくなるので、水返しに楽ができます。接着したら、半日から1日程度乾燥させてください。飼育に兼餌として、私はグリーンウォーターを使いました。エビオスや PSB などは普段から使用していません。グリーンウォーターはうちの研究さんたちがボウフラから守ってくれています。初期からいる子は今年でディフェンス歴3年のベテランです。エアレーションには USB 給電式の小型のものを使いました。とにかく静かです。それに通常のエアレーションより安かったです。ライトには昔ニトリで買ったクリップライトを使ってます。すでに増やしている容器からスポイトでミジンコを取り出し、新しい容器へと移動させました。この撮影日が6月8日でした。容器の置いてある場所は室内です。14時間ライトはつけっぱなしで、寝ている時だけ消してます。果たして、ここからどのくらい増えるのでしょうか。6月9日の朝の水返しの様子です。まだ増えている様子は見えませんでした。6月10日には、目視で確認できるくらい増えていました。2日ほどでこのくらい増えるんですね。6月13日には収穫できるくらい増えていました。ということで、ハリコさんたちと婚姻開始です。まだまだ親ミジンコを食べられるほどの大きさはありませんが、孵化した子ミジンコなら食べてくれるでしょう。6月14日には、ミジンコだけでなく容器も1つ増えました。それにしても、すごい繁殖力ですね。ミジンコは室内飼育なので、
冬場でも餌に困ることはなくなりそうです。6月15日の朝の水ガエジの収穫がこんな感じです。3つの容器でのルーティン化に成功しました。グリーンウォーター屋内シンクでライトを当てるだけでルーティンに成功しました。この後の追跡調査はツイッターでやりますね。フォローしてくれると嬉しいです。続いてミジンコ培養器の水替えルーティンです。今回は水替えの様子と注意点などをお伝えできたらと思います。現在私は3つのセリアウォーターチャグで培養を行っています。自分の飼育しているメダカ用があれば十分なのと、これ以上増やすと水替えの管理が大変になるから3つまでにしています。ジャグの配置はこのような感じです。ダイソーの虫かごが水替えにちょうどいい大きさでした。前回ジャグの蛇口裏部分に蛇腰をつけたのですが、生まれたばかりのミジンコがすり抜けて蛇腰内で大きくなる子もいるので、水ガエジの水の中にもミジンコはいます。日本のミジンコ、実はアメリカ外来種だったというプレス記事があります。詳細は解説できませんが、とりあえず水ガエジの水は直接排水口に流すことはしない方がいいかもしれません。水ガエジの水の中に目視で確認できるミジンコがいました。またグリーンウォーターの時は嫌な匂いがしないのですが、ミジンコが植物プランクトンを食べて黄緑になった水は少し嫌な匂いがします。中に残ったミジンコを取り出すために私はディスポフィルターを使っています。残ったミジンコの水替え水は金魚さんのいる水槽に入れて再利用しています。元はこの金魚さん水槽から拝借しているグリーンウォーターなので、ミジンコが植物プランクトンを食べた以外は何の添加物や薬品も入れていないので、ミジンコを取り除いて元に戻せばまたグリーンウォーターとなってくれます。ミジンコ培養器の水を抜いたら壁面にミジンコがへばりついている場合もあるので、培養器内に残った飼育水を壁面にかければ下の方へと流れ落ちていってくれます。それではミジンコの収穫です。ジェックスのクリーナースポイトで3つの培養器から吸い上げると簡単に収穫することができます。ミジンコは光に集まる習性があるので、前回解説したように上から LED で14時間光を当てていると光の当たっているところに集まってきます。 LED ライトの中には光合成を促すようなものもあるのですが、それを使えばミジンコ培養器のグリーンウォーターを長持ちさせられるかもしれませんが、私は検証していません。植物育成 LED は通常 LED より高価なので、私のお財布事情では検証できないんですよね。2022年7月5日の収穫はこの量です。培養器内にもまだまだミジンコがたくさんいます。私はあまり気にしないのですが、培養器の壁面についた汚れが気になる人は小さくカットされた激落ちくんでこすると簡単に汚れを取ることもできます。この汚れはミジンコの糞やグリーンウォーターのものなので、数ヶ月に一度リセットすると培養器を長持ちさせられると思います。あとはミジンコさんをメダカさんの張り子たちにあげると張り子さんの落ち率が下がるような気がしますが、あくまで個人の見解として思っていただけると幸いです。私は培養器からだいたい3リッター程度毎日水替えしているので、金魚さん水槽のグリーンウォーターには大変お世話になっています。ミジンコを自分で培養したいと思っておられる方は、まずはグリーンウォーターを安定して確保できる環境を用意することが必要だと思います。最後にグリーンウォーターをミジンコ培養器に入れてあげれば水替えの完了です。朝7時くらいに作業を始めて、メダカさんやオトさん、オヤニガミさん、熱帯魚さん、スネークヘッドさんの餌やりも含めて30分から40分程度で完了します。培養器を3つとしてるのにはもう一つ理由があります。もし1つの培養器がダメになった場合、2つ残っていることで修復できるからです。培養器をリセットするのって思ったよりも大変な作業なので、その負担を減らすための予防でもあります。逆もしかりで、培養器を増やそうと思えば増やせますが、毎日のルーティンの負担が増えたら元も子もないですから、3つぐらいがちょうどいいかなって思います。あくまでもこの培養方法は個人でのやり方なので、本業や副業と考えた時には非効率かもしれないですし、おいおいって思う方もいるかもしれませんが、生温かく見守ってください。続いてグリーンウォーターの代わりとなる餌の紹介です。メダカの餌のために飼育し始めたミジンコですが、その飼育方法に悩んでおられる方が多いのではと感じています。私はミジンコ専門の研究者でも販売業者でもありません。メダカ愛好家として皆さんのミジンコ飼育のお役に立てればと動画を投稿しております。そのような動画に次のようなコメントが届きました。
タマミジンコは、日照時間は関係なく増えるらしいですね。このコメントが来た時の私は、もう漫画の登場人物のようになっていました。理由は簡単です。私が購入したミジンコは、某通販サイトで売られているタマミジンコだったのです。私が紹介している論文は、ミジンコかミジンコ属のラプニアプレクスがほとんどです。タマミジンコは、ミジンコ類の分類群の一つで、タマミジンコかタマミジンコ属なのです。かつては、ミジンコ科に属していたそうなのですが、今ははっきりと分類されています。ミジンコの繁殖は、単位生殖と有性生殖が環境に依存しています。タマミジンコは、ミジンコほど繁殖サイクルが、はっきりと分かれておらず、ウィキペディアによると、様々な季節で単位生殖もするし、有性生殖もするそうなのです。私は、ミジンコラプニアプレクスの論文を参考に、タマミジンコを繁殖させることに成功していたのです。ウィキペディアの情報を参考にすると、培養機内で、タマミジンコたちは、単位生殖と有性生殖の両方を行っているのでしょう。トモさんから教えていただいた論文では、日照時間による産子数に変化はなかったけど、タマミジンコの寿命は、明るい方が長くなることが明らかにされていました。単位生殖の場合、親個体は生存し続けることもできますが、有性生殖の場合は、耐久外を産むと、親個体は死んでしまう可能性があります。紹介いただいた論文は、水産用飼料での大量培養システムで繁殖させる、タマミジンコについての研究なので、家庭用飼育方法に当てはめられるのかは難しいのではないかと思います。論文内では、大量培養システム上における減少の必要性は、今後、さらにタマミジンコの増殖率とともに、養存酸素量も検討する必要があると思われる、と述べられています。このような論文上の見解と、私のタマミジンコ培養器の状態から、ミジンコ、ラプニアプレクスの飼育方法を参考にできると、私は考えています。それでは、今回の本題、ドライイーストの与え方と検証結果です。前回の動画内では、ドライイーストをそのまま上から与えていました。時間が経てば、動画のようにドライイーストが沈むのですが、培養器の底に沈むだけで、水槽内にまんべんなく与えることができませんでした。なので、今回はドライイーストを水に溶かしてから与えることにしました。左のドライイーストは 1g ほどです。水は、普通の水道水を使いました。正確に測っていませんが、大体 10ml ほどです。これを爪楊枝を使って、混ぜます。1分ほどで、白い液体となり、ドライイーストを水に溶かすことができます。これをスポイトを使って、ミジンコ培養器に入れます。私の培養器は、朝に飼育水の水替えを行い、画面のようなグリーンウォーターに変えます。夕方17時頃になると、画面のように底が見える程度に、飼育水がクリアになります。この状態になった時は、ミジンコたちにとって餌が足りない状態になっているので、先ほどの水に溶かしたドライイーストを入れてあげます。水に溶かしたドライイーストを入れた後の飼育水は、底が見えない色の飼育水になっていました。この状態で半日おき、水がクリアになれば、ミジンコが餌として食べたと考えられます。2時間後に様子を見てみると、水面に集まるミジンコの数がすごいことになっていました。2時間では、まだ、水はクリアにはなっていませんでした。LED による照射は、朝8時から夜22時頃まで行っています。次の日の朝には、水がクリアになっていました。ドライイーストを水に溶かして与える方がいいことが分かりました。前回紹介した論文では、50ml に 0.1g を与えたと書いてありましたが、ミジンコ5匹に対して与えた量として書かれているので、私の培養器内に、ミジンコが何匹いるのかは数えるのが不可能なので、一応参考程度に 1.5 リッターの飼育水に対し、1g のドライイーストを 10ml の水で溶かして与えた結果と考えていただけたらと思います。クロレラを与える方がいいのは分かっているのですが、簡単に入手できるミジンコの餌として、スーパーで売っているドライイーストなら、クロレラよりも入手しやすいのではないかと思います。今回コメント紹介させていただいた、トモさん、本当にありがとうございました。続いて、ミジンコの繁殖しやすい水温についての解説です。ミジンコ飼育を始めて、3ヶ月近く経ち、紆余曲折ありながらも、屋内での飼育に成功しています。屋外で飼育していると、そろそろ水温が心配になってくる季節なのかなと思います。そのような中でコメントにこのようなものがありました。これから気温も下がるのですが、水温何度くらいを維持なんだろう？屋内飼育の場合、水温に関しては屋外ほど心配する必要がありません。9月の段階で室温 26.8 度の場所で私はミジンコを飼育しています。しかし、実際冬を迎えると考えると、ミジンコは
どのくらいの静音がいいのかはすごく気になりました。今回はミジンコと青汁粉末の結末とミジンコの水温について紹介しようと思います。それでは青汁粉末を約2週間使った自分なりの感想です。前回 200ml の水で試しましたが、できるだけコスパを良くするためにシェイカー上限の 500ml の水で試してみました。青汁粉末の使い方は前回とほぼ同じです。青汁粉末を入れてやしっかりとシェイクします。パワー中山筋肉もどきはやめましょうね。あとは使い捨て不織布タオルでこしていきます。全部を一気にこさずにその日に使う分だけこして、残りは冷蔵庫で保管します。こした青汁を 15ml ずつに分けてミジンコ培養器に入れていきます。この作業を2週間毎日繰り返しました。水替えも毎日3分の2程度行ってグリーンウォーターを足しています。そしてとある結論に至りました。青汁をこして 15ml ずつ試験管に入れて与えるのはミジンコの餌として有用であることが分かりました。しかし問題はここからです。ミジンコの餌として有用であるけれども作業工程が多すぎるのです。使った後の試験管内には青汁粉末が微妙に残っているので洗って干さなければいけません。こすために使ったペットボトルの切ったものも試験管同様毎日洗って干します。ということで毎日こすという作業と使ったものを洗う作業が面倒くさくなり、ドライイーストの方が楽という結論になりました。3つまみほど入れて水で溶かして混ぜる、こすという作業がいりません。ただしこの方法には弱点があります。一度混ぜた後も攪拌させる必要があります。ミジンコのエアー供給のためだけでなく、ドライイーストを攪拌させるために私はエアレーションをミジンコ培養器にしています。毎日3分の2の水替えとグリーンウォーターの足し水、そして夜にドライイーストを溶かして追加で与える方法が私にとって一番楽ができており、ミジンコ培養器に異変が起こることもなく順調に増殖してくれています。屋外の場合、ミジンコだけの培養器を作るとすると、ボウフラが発生したり、ヤゴが混入したりして、なかなか増えない場合があると思います。屋内の場合、その点の心配がほぼないため、注意するべきことは、ドライイーストに入れすぎだけです。コメントなどで、青汁以外の面白そうなものを紹介いただけたので、また、検証してみたいと思います。それでは、今回の本題、ミジンコの水温について紹介したいと思います。今回紹介するのは、2021年の兵庫教育大学研究企業論文、ミジンコ・ラプニア・プレクスのライフサイクルについての一部です。ミジンコが光周期によって生殖方法を決定していることは別の動画で解説したので、そちらをご覧ください。この論文では水温15度、20度、25度、30度でそれぞれ12個体を飼育した結果を検証しています。最長生存日数は15度で51日、20度で61日、25度で41日、30度で13日だったことが明らかとされています。20度が一番長く生存しており、次いで15度、25度、30度であることがグラフからわかります。続いて25日間に12個体が産んだ早産指数の平均は15度で約70匹、20度で約115匹、25度で約12匹、30度では1回だけ1個体が3匹産んだという結果が示されています。このことから20度が最も子個体を産んでおり、25度以上ではあまり産まず、25度と15度では15度の方が多く産むことが明らかとされています。また25日間の平均産子回数に関しては20度が8回と最も多い結果となり、15度と25度では回数にあまり差がないことが明らかとされています。産子回数は変わらなくても15度の方が多く生まれることは大変興味深い結果と言えると思います。当該論文ではこのほか脱皮回数や体調の変化に関しても検証されており、ミジンコ飼育されている方の参考になることが多数検証されていますので、ご一読することをお勧めします。また画面の3つの図からわかる通り、ミジンコラプニアプレクスの最適水温は20度程度であると私は考えます。あくまでミジンコラプニアプレクスの論文であるため、タマミジンコにそのまま当てはまるとは限りませんが、目安にはなるかと思います。皆様のタマミジンコ飼育環境の参考になれば幸いです。最後は休眠難になったタマミジンコの復活についてです。昨年6月よりタマミジンコの屋内培養を開始し、爆増させるための要素を解説した動画は皆様のおかげで再生回数2万7000回を超えました。
誰でも簡単に屋内培養に成功する方法なので、皆様のミジンコ培養の参考になれば幸いです。今回は休眠団となったタマミジンコの復活に挑戦した動画となります。結論としては復活に成功したので、最後までご覧いただき皆様のミジンコ培養の参考になれば幸いです。参考になったという方はぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。まずは休眠団になった要因解説と3月時点の様子です。休眠団となった要因は主に2つです。水温の低下とライト照射時間を変更したことです。室内での水温が15度以下となり、休眠団を増やすためライトをつけている時間を10時間、消している時間を14時間にしました。その結果、動画の通りグリーンウォーターは透明になった状態で、水槽の底に沈殿物が溜まっている状態となりました。この沈殿物はタマミチンコの休眠団を含んだドライイーストの溶け残りやタマミチンコの排泄物などです。水槽の側面にも苔などの汚れが付着しています。ここにもタマミチンコの休眠団が含まれている可能性があります。そのため一応見栄えを少しでも良くするため、タマミチンコを復活させる前にスクレーパーで側面の汚れを水槽底に落としていきました。どこに休眠団があるか肉眼で探すのは大変なので、簡単な水槽側面の清掃として行いました。3月23日のミジンコ培養器の様子です。室内の気温、水温はともに20度を超えました。しかし培養器の中にミジンコの姿は確認できません。原因はライトの照射時間です。明るい時間を10時間、暗い時間を14時間としているため、この時点で復活していたとしてもライトの照射時間が短く、餌がないため休眠台を産んでいなくなるを繰り返していると考えられます。ミジンコの繁殖については概要欄の動画をご覧ください。続いて休眠団を復活させる方法です。1つ目の変更点はライトの照射時間です。2つ目は水槽内のタマミジンコの餌の準備です。私は餌としてグリーンウォーターやドライイーストを使いますが、できる限り自然環境に似せた環境での繁殖を目指しているので、今回はグリーンウォーターを使用しました。グリーンウォーターは外の水槽にあるので、外の水温は朝は5度以下、昼で10度以下です。外のグリーンウォーターはグリーンウォーターの番人金魚さんたちが守っています。ディフェンス歴4年のベテランさんがいるので、ボウフラは全くいません。昨年は子供も産んでくれたので、次世代の番人も着実に成長してくれています。グリーンウォーターをタマミチンコの培養器に入れるときは室内で数時間置いて水温を室内温度で温めた上で入れています。ライトの照射時間は明るい時間を14時間、暗い時間を10時間にしました。このライトの照射時間がタマミチンコの卵生殖を誘発する時間の目安です。ライトの照射時間の変更、餌の準備、この2つの変更で復活にどのくらい時間がかかるでしょうか。それでは復活までの観察の開始です。3日後の3月26日の培養器の様子です。水温 16.5 度と少し低めで、水槽内に変化は見られませんでした。上から覗いてみてもタマミチンコが泳いでいる様子はありません。昨年度の全盛期には動画の通り上から観察すれば泳いでいるのが観察できました。まだまだ復活には時間がかかるようです。3月29日の培養器の様子です。少しグリーンウォーターが透明になっていました。室内なので光合成量が不足しているためか、その他の要因で透明になったと考えられます。しかしこの1週間目の時点で泳いでいるタマミジンコを確認することができました。まだ数は少ないですが、確実に休眠団から孵化しているようです。タマミジンコが泳いでいるのを確認できたので、餌を追加するために水替えを行いました。中の沈殿物はまだまだ休眠団がある可能性があるので取り除きません。培養器から取り出した飼育水はタマミチンコの子供がいる可能性があるので、ディスポフィルターを使って飼育水をこしていきます。ディスポフィルターはホームセンターで1つ60円ほどで売っています。ディスポフィルターについては詳細を別動画で解説してるので、そちらをご覧ください。こした飼育水は元の培養器の中へと戻しておきます。もし子供のタマミジンコや沈殿物の中の休眠団がいても、これで大丈夫です。あとは追加の餌、グリーンウォーターを入れて水替えは完了です。タマミジンコの量が安定したらドライイーストなどの併用も考えています。エアレーションで中の沈殿物などを攪拌しながらライトの照射時間を調整するだけです。水替えなどの作業にかかる時間は15分ほどで終わります。ここからどのくらいの期間で単位生殖での増加が見られるのか、とても楽しみです。4月5日のタマミジンコ培養器の様子です。プルプルしているエアレーションのコードは気にしないでください。休眠団復活プロジェクト開始から約2週間、
培養機内で泳いでいるタマミジンコが確実に増えています。水替えの頻度は3から4日に1回程度です。水田など自然界でも2週間程度かけて冬期間からの目覚めを行っているのでしょうね。4月9日の時点のミジンコ培養期の様子です。水温は 17.2 度。ミジンコの水温における生存率については別動画で解説しているのでそちらをご覧ください。培養機内ではかなりの量のタマミジンコが泳いでいます。復活プロジェクト開始から約3週間でこのぐらい復活するようですね。今年度も安定してメダカさんやウーパールーパーさんの稚魚に餌を与えることができそうです。今回の検証で約3週間程度で復活させることができました。水温は15度を安定して超えること、餌の確保、そしてライトの照射時間、この3つの要素を揃えればタマミジンコの休眠欄を復活させることができます。この動画が少しでもお役に立てそうであればチャンネル登録と高評価をお願いします。皆様のおかげで登録者500名を超えました。次は1000人目指して頑張ります。それではご視聴ありがとうございました。